補助城または、浦尻城は、現在の宮崎県の岡市補助町あざ市場、他の裏にある日本の城石。日向灘に面した南北浦海岸の一部である、浦尻湾の奥にある、南北1500メートル東西500メートルの、親花と呼ばれる半島の標高56メートルの、丘陵部を上位とする。浦尻湾の入り口部分には、 南北方向に長い差しが発達しており、日向灘沖合からはこれに遮られて、城の位置する、尾や花はもちろん、湾そのものも全くその存在を知ることができない、立地である。天正六年、文後大友氏による、謙信公による、滅亡時の上司は、松田の力よと言われる。築城者及びその年代の詳細は不明であるが、室町時代以来、文後、 瀬戸内海方面とを結ぶ水軍の根拠地であったという。北岸の野来城という地点には河野落ち市の混流による天文十七年名の六次増道があり、河野市系落ち水軍の市場であったと考えられている。掘り切りによって南の尾根と断ち切られた城域は東西150メートル、南北500メートルに広がっている。湾から望める北部斜面は 樹木が多く比較的焼けてはいるものの、全域を臓器とやぶに覆われており、調査は極めて困難とされる。調査が進展すれば上域が大きく広がる、可能性もあるという。周囲には、船隠し、はじめ城、須賀千軒、大屋千軒、のろし山などの城郭関連の通称地名が残っており、頂上は見張り台となっている。地元の伝承では、 河わ氏しを敷き詰めた犬走りがあり、緊急時には馬に乗った伝令がかけたという、はじめ女王には人員跡がある。ありがとうございます。